ちょっと待って、俺衝撃をさ、受けたいんだけどさ、に、もうあれから2年っていうの教えてくんね。あれからもう2年経ったのっていうの教えて。ちょうど2年前の今日、今日ぐらいの時に流行ってた世間の、教えて。いや、自分のあれはいいや。公演引退から2年君の名はから1年経ったの君の名はって2ヶ月ぐらい前じゃないの君の名はから1年経ったの嘘でしょ。いや、嘘だろ、絶対。嘘でしょ。君の名はって、去年の8月ちょっと嘘でしょ。ちょっと本当のこと教えて。君の名はってもう2年経ってんの。公開2016年の8月もう1年経ってんの。マジかよ。いや、ちょっと衝撃受けた。衝撃受けた。マジか。恐ろしい。いや、ちょっとそれ信じられなくない？で、君の名は一番衝撃受けたんだけど。はぁー。ちょっと恐ろしい。ナルト連載終了から3年。それは絶対嘘。ナルト連載終了したのって2年ぐらい、半年ぐらい前でしょ。それ絶対嘘でしょ。ナルトの連載終了してから3年？ちょっと待って待って待って。ナルトの話教えて。ナルトって、いつ？さすがに嘘だよね。ちょうど3年前のマジかよ。ちょっと待って、ナルトの連載終わったのが3年前らしい。おい、そろそろし、おい、ちょっと待って、遺書書くわ。じゃあマジで、嘘でしょ。遺書書こう、みんなで。嘘だろう。嘘でしょ。ナルトって3年前に終わったんだ。びっくりする。びっくりする。いやー、すごいね。本当に3年前で終わった。いやー、すごいわ。恐ろしいわ。ちょっとびっくりするね。いやー、1年経ってないぐらいの感覚だったわ。ジュンがナルト最終回読んだの多分1年半前とかだよ。じゃあ俺さ、ちょこちょこ読むからわかんない。でもそんなもんか。はぁー。マジでびっくりする。びっくりするとしか言いようがないわ。言葉が出ないわ。お前の顔出し2年前で。それはな、俺の中でリアルなさ、出来事だから、ちょうどまあ2年ぐらい、2年3ヶ月ぐらい前だなっていう認識はあるんだけど、その興味がない事柄ってさ、うっすらぼんやり耳に入ってくるじゃん。別にナルトって俺読んでもなかったし、まあちょこちょこ読んでたけど、その熱心に愛読してたわけじゃないから、ああナルト終わったんだ、長いことやってたな、俺が中盤の時からやってたなっていう認識はあったんだけど、改めて聞かされると、トラドラ放送してから9年。でも俺トラドラ見たのが5年ぐらい前だから。
ヤックン死んで2年で、それはまだ2年しか経ってねえんだ。なんか10年ぐらい経ったかと思ったわ。10年ぐらい経ってるイメージがあったわ。それまだ2年しか経ってないんだって。それ 何が違うんだろう。チャック死んでからもうだいぶ経ってる。何年か分かんないわ。何年か分かんない。飯島愛死んでから20年。それは嘘。絶対それは絶対嘘。小悪魔アゲハ俺見たもん。小悪魔アゲハが私たち飯島愛さんのこと大好きですって。絶対嘘。絶対嘘。それは俺がアゲハとかを存在知ってたのが二十歳になってからだから、少なくとも10年ぐらい前だな。大学の心理学の授業で習った気がする。ちょっと教えてくれ。10年前とかだよな多分な。10年前だよな多分な。あ、9年前か。あ、まだでも9年しか経ってないんだ。ダルビッシュがメジャー行って6年。俺それよりさ、田中マー君が行ってもう4年経ったのかびっくりするわ。マー君なんてこの前までよ、鼻垂れ小僧でよ、あんなわけわかんねえ、マー君、マー君でしたらね、もう29だぞ。恐ろしいよな。西俊さん引退から7年、まだ7年しか経ってないんだ。沢尻エリカ別にって言ってから10年。あ、いや、一番衝撃受けたのはあれだわ。君の名はから1年経ったんだと思って。調べたら10年前にヒットした曲は千の風になってたってよ。へぇー。俺、モコウとキャバクラ行ったんだよ。なんか随分前に。8年ぐらい前か。違う。7年ぐらい前、あいつが東京出たての頃。で、あいつがキャバクラで千の風に歌ってたわ。千の風にってずーっと、俺がうーんって。それでいいんだ。それでいいんだ、お前はって。キャバクラ嬢はみんなドン引きしたけど、俺はうーんって。もうこう、お前はそれでいいんだって。得意げに歌ってた。監督だった、俺は。ねっとりした声で歌ってたわ。